意思がちっちゃくて習慣がちょっと大きくて想像力イメージが大きくなってますよね。でこのことだけまあご理解いただけたらなと。どういうことかというと、子どもたちと意思っていうのは自分の意思で、毎日30分勉強しよう、分かったな、よっしゃそう決めるわっていうのが意思です。その意思の力というのは非常に弱いですよね。あと2ヶ月で何キロダイエットするって決めた私はなんて心が弱いんだろうみたいな、ね、週に3日休肝日を作るわって決めた僕はなんて心が弱いんだろう、なんて意志が弱いんだろうと思いながら毎日過ごしているわけですけども、なんでかというとゲームもそうなんですよね。勉強せなあかんっていう意志はあるんですけど、でもそれよりもっともっとゲームでグワーって楽しいイメージがあるので負けちゃうんです。ダイエットしたいっていう自分のイメージ意志はあるんですけど、チョコレート美味しいよなっていうイメージには勝てないわけですよ。ケーキ美味しいよなってついついカゴに入れちゃうみたいなことがあるじゃないですか。そういうことなんですよ。一杯のビールがみたいなのがね、イメージがなかなか拭いされないので、イメージの力っていうのはそれだけ強いので、意思で決めてもなかなか弱いということをご理解いただけたと思います。なのでうまくいったイメージを子どもに描かせるように持っていけたら最大の力になるということですよ。意思だけで決めてもなかなかならないですし、歯磨きでもそうですよね。歯磨きしなさいよって言ってもならないですけど、ちっちゃい頃からの習慣になってしまえばある程度いいんですね。だから勉強の場合も意思でダメで、勉強したらこんなに素晴らしいことがあるよとか、バスケットでレイアップが入るようになったら試合でこんなかっこいいよってイメージが描けたらそれは一番いいんですけど、なかなかできない場合はまず習慣にまで持っていくということです。だから30分間勉強、4年生なんでするとかっていう習慣をつけさせたいんだったら、その30分間何かお母さんと約束しないとダメです。お母さんも、この時間テレビ見るわはダメですよ。お母さんもこの時間なんか新聞読むわとか本読むわとか、お母さんもなんか好きな何か作るのやるわとか、そういう約束をして30分間過ごすとかね、違う時間になってもいいと思うんですけど、だからそういうイーブンなことを習慣にしてしまったら、だいたいね、習慣っていうのは1週間でできない、3日坊主とはよく言ったもんで、1週間あればだいたい習慣化していくようなシステムになってるんで、だから早起きでもそうですわ、6時半に起きなあかんとか、中学行って朝練とかありますからね、そうなってきてもだいたい1週間で体の体内リズムっていうのはそこになるようになっていますので、だから土日とかも同じリズムで早起きさせるのがいいんですけどね、はい、ということです。